レッツゴー、つつちつち、さらっぱお、さらっぱお、さらっぱっぱ、さらくぼチャンネル。今日も始まりました。さらくぼチャンネルです。久保とじいけんさんのみでお送りします。今日はじいけんさん何でしたっけ。今日はですね、はい、今度ライジンで試合が、タイトルマッチがありますね。ああ、4月29日ですね、はい、鈴木千尋選手対金原選手の試合か。はい。あれをですね、はい、僕は果たしてどっちにかければいいのかと。ジキさん、ギャンブル それいいん？ まあ、ビーベット的なスポーツギャンブル。ビーベット的なスポーツベット。あれって何、違法なん？合法なん？どうなんだろう、一応、厳密に言うとダメなのかな、どうなんだろう。海外のなんかサーバーを経由してなんかあれしてるんだっけ？そうですね、ドルでやってる。あ、ドルでやるんだ。また GK さん御用なんないよ。大丈夫。まあ、さすがにね、そのかけてる人はなんないだもんね、別に。そう、運営の人がさ、なるのはわかるけど、そんなね、その末端の人たちがなっちゃったら、GK さんだけじゃなくて、もうみんな御用になっちゃうからね。まあまあ、置いといて、まあ、真面目な予想っすね、僕なりの。GK さんにかけるかかけないか置いといて、僕なりの予想は、GK さんは逆にどう思います？まずそもそも僕は立ち技でやってきた人間なので、鈴木千尋選手の方しかよく分かってないんですよ。そう、僕はさ、次元さんしっかりそうなんだけどさ、多分視聴者の人も鈴木千尋選手ってキックの人だと思ってる。鈴木千尋選手ってキックの人じゃないからね。そこすごいんだよ。だってノックアウトの選手ですよね。いや、鈴木千尋選手って元が総合なんですよ。もともとバンクラスのネオブラッドトーナメントっていうのを出てて、あれでなんか、フライ級、優勝してんだよね、とにかく。だから新人を、その MMA の新人王的なので、もう、じゃあ取ってて、でだから僕の認識で言うと、 MMA ファイターがキックでチャンピオンになってっていう、もうだから MMA もキックも両方できるっていう。なかなかさ、 MMA の選手ってさ、昔 K1 もそうだけどさ、 MMA の選手がさ、 K1 とかキックルールでチャンピオンになるってなかなか難しかったじゃないですか。それをやってるっていう。でそれでライジもチャンピオンっていう、結構すごいですよね。そう、と思うんですよ。そうか、じゃあキックボクサーではないないと思いますよ、僕は。僕の認識では。だから鈴木選手って四つんとかめちゃくちゃうまいですよね。全然寝技は分かんないですけど、寝技の展開、萩原選手に対してはね、バックからバックチョーク決めてあれしていましたけど、寝技はどれぐらいできるのかとかは正直分からないです。クレベル選手にね、お手前に決められちゃったわけだから、そのね、一方でその金原選手はさ、もうクレベ選手をグラウンドで制圧するぐらいのグラウンドコントロールというかさ、寝技がうまいわけじゃないですか。まあ、だからとにかく鈴木千尋選手は僕の中では MMA ファイターがキックをやってたっていう認識ですね。そう、でも金原選手もすごいよさ。金原選手は実はあれ、どこだっけ、ライズじゃない、ノックアウトかな、出てました。深橋選手とやってます。深橋選手と5ラウンド判定とか言ってる。しかも実質結構勝ってた。僕も勝っててもおかしくないんじゃないかなって試合だったけど。金谷選手も結構試合出てるんですってことは、じゃあよ。僕のイメージだとキックボクサー対MMA ファイターっていうちょっと色が強いのかなと思ったけど、そうではなく、2人とも 打撃がうまい MMA の選手の試合だと僕は思ってます。だから、金谷選手も打撃の選手でも寝技もうまい。寝技うまい。だって柔術もすごいめちゃめちゃね、強いグランド力もあるわけでしょ。でキックもルールもできてるわけだから、そのトータルの総合力で言うと圧倒的にね、その金原選手、みんなも多分金原選手を予想してるんじゃない？だってそのキックの、ね、レベルが同じぐらいだとして、じゃあどこで差がつくのって言ったらグランドで金原選手がね、勝ってるから、トータルでは金原選手が勝つんじゃないのっていう人も多いかもしれないけど。だけど、ほら、それだけじゃないじゃないですか。その、なんていうかな、打撃においてもさ、戦い方ってのは全然違うじゃないですか。鈴木千尋選手はもうほら、ワンパンでバンバンっていくタイプ。でも金原選手はどっちかってもうさ、針のように刺して相手をね、倒すような打撃の打ち方をするわけじゃないですか。だから同じそのね、打撃も強いって言っても、その得意なところっていうのはやり方って違うと思うから。
すごい楽しみですよね。はい、展開としては打撃で勝負したい鈴木千尋対、うん、寝かせたい金原ではない。そうだから寝かせたら金原選手の方が圧倒するんじゃないのかなって僕は思うけど、そうだから金原選手としては選択肢が多いよね。寝かせても寝かせて削ることもできるし、クレベル選手やった時って完全上取って制圧して、ね、クレベル選手に対して削って回され勝ってたわけじゃないですか。もうそのやってたわけじゃないですか。だから鈴木千尋選手はやっぱ1ラウンドからもうブンブンいくと思うんですよね。ただ金原選手はさ、そのキックルールも出てるぐらいの要は打撃の技術力だから、僕は鈴木千尋選手のビッグパンチは金原選手当たんないんじゃないかなって思う。カウンターとか取るんじゃないのかなって逆に思っちゃう。ただでも勝機があるとしたら鈴木千尋選手のそのあれですよね、一発のその序盤の、だからもう目が慣れる前に、金原選手のその距離感目が慣れる前にもう1分ぐらいで倒しちゃうっていうのだったら僕は鈴木千尋選手あるかなと思います。では、ズバリ勝敗予想は、ズバリ勝敗予想はやっぱり金原選手なんじゃないのかなって思う、って思いますね。なんかそのほらそれこそ鈴木千尋選手すごいたくさんいろんな選手にね MMA のファイターで勝ってきてるわけですか。中原選手とかピットブルねとかでやっぱ KO してるんです。まあケラム選手はさ、グラウンドからの蹴り上げだったからさ、ちょっと別として、本当に純粋な打撃で中原選手とかピットブルとかにも勝ってるし、そういうねトップクラスの選手に勝ってるわけじゃないですか。当たる可能性もありますけど、金原選手には金原選手はそのさ、そうキックだけでもやってたぐらいの技術力なわけだから、打撃の技術力なわけだから、なかなかね当たらないんじゃないかなって思いますね。それがそう、これが MMA の選手だったら、なんていうかな、その MMA で打撃が上手い選手だったら当たる可能性は大いにあると思うんですけど、そのキックルールでも出てそのチャンピオンクラスでやってるわけだから、まあ相当打撃の、ディフェンスにも自信があるんじゃないかな。結構競ってる感じです。例えば7-3とか8-2とか、はい、割合ですよね。いやそこあれですよね、その鈴木千尋選手が僕なんで強いのかって、やっぱり普通だったらさ、ビビっちゃうところをもういけるじゃないですか。それがすごいなって思うんですよね。普通だったら、あここ相手カウンターね狙われてるからちょっと躊躇しちゃうところを、もう要はあれだけさ勢いでいけるわけじゃん。しかも庄司選手にそれでさカウンター取られてさ KO 負けしてる試合とかあったわけじゃん過去。それでもさいけるってすごない？要は恐怖心を知ってて、カウンターの恐怖を知っててそれでもいけるって、いやすごいよすごくないって思って、だからそういう意味ではなんか僕は鈴木千尋選手すごいなんか好きな選手っていうか、めちゃくちゃ魅力的な選手だなって思う。だってさカウンターを恐れずいけちゃうわけだから。金原選手がねどう対処するかっていうところ、テイクダウンするのやっぱこうね足かけたりしてさ、テイクダウンするのすごい試合見ててね、そういうのところで倒してる試合とかいっぱいあるから、鈴木千尋選手が寝かされたら多分その制圧されてすごいこうなかなか立てずにスタミナを削られる展開っていうのはかなり多くなるのかなって。それでこう2ラウンド3ラウンドになると金原選手にどん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 多分、だから1分最初の1分2分は多分鈴木千尋選手はチャンスあるんじゃないかなって思うけど、慣れるまだ距離感慣れる前にもうバーンっていっちゃうみたいな。予想としては金原選手だけど、鈴木千尋選手もワンチャンあると思いますね。そうでかい試合ってやっぱタイトルマッチ、僕もヘザー級だからさ、やっぱ僕もチャンピオンになるには鈴木千尋選手や金原選手ねとかそこのいう人たちに勝っていかないといけないわけだから、まあ、そういう目線でも勉強になるというか、すごい研究材料になるから楽しみだなと思います。はい、ということで今日はですね4月29日ですね、ライジンの、鈴木千尋選手対金原選手のタイトルマッチの予想をさせていただきました。まあ人権さんがかけるらしいから、そこら辺は僕はお酒、タバコ、女性、ギャンブルはやらないので、あでもギャンブルね、あれだね、海外行った時だけカジノをサラちゃんと一緒にちょっとやる遊びでね、まあ、それぐらいですね。
いいねとチャンネル登録の方お願いします。では。